ペロポロはいあの相談してもいいですかね相談は十二時までなんですけどねあごめんなさい,なさいあでもいいっす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 じゃあい<や>、はいっすいいっす。せっかく上がってくれたんでいいっすよな何すかまあ、はい、なんか相談というか大人の知恵をすごく借りたくて、うん、大人の塩 知恵?。あ、知恵。あ、すみません。はい、大人の知恵。ごめんなさい,、はい。あ、全然いいです。全然いいです。なんすか、なんすか。はい。その、私、今。二十、はい、歳で、二十のママを、しているんですけれど。も。はい、ええー、すごいっすね。はいはい。何歳、何歳ですか?。上の子が。う三歳で。えー、えー。はいはい。男の子が。二歳なんですけれども。え男の子女の子はどっちですか?。 あ、どっちも女の子で姉妹で,あ本当ですか。あ、可愛い,いですね。ええー、えー、どうしました?。ありがとうございます。えー、えー、それで、それで。で、えー、ちょっと。簡潔に言うと、うん、あんまり。元旦那がちょっと、反んしゃ。は。はですね、<射>そういう感じの。人ですっ、ね、て、うん。はい、反んしゃ。で、十個上なんですけど。十個上のはんはい。あまり家庭がうまくいって。い、えー でえええええ反社がししそのうん何回も別れたり付き合ったりっていうのは繰り返してるんですあ結婚はじゃあしてないってことですか結婚はなんかその10代の時にしてたんですけど待って待って何でお前結婚はって言ったんだよ今毛が破裂してたぞあすいませんま <laughs> ではいはい <laughs> でであっじゃ離婚はしたってこと あ、しましたうんうんうんそのはい、はい、約16歳から18歳前の間、うん、結婚生活をしてて、はい、うんちょっとあのごめんなさい年間ちょっとごめんなさいね、はい、あの、うちあの匿名がちょっとねしょうもないコメントしてるやつらがいるんであ一応じゃあ,さあ先に言っときますね、はい、これ以上ちょっとあの変なコメントするとはいあの匿名切るんでよろしくお願いしますはい。 であ、ごめんなさいねほんでそのまあ、うん、ちょっと離婚をした間はい、はい、その1年間ぐらい距離があったんですけど最近また付き合うようになって一緒に暮らすことを決めたんですよでまあ案の定うまくいかなくけんかをしてしまい、うん、その警察を絡むけんかになってしまいはあはあはあ で、子供が3歳なのでちょっとまあ喋るんですよ、うん、結構うんうんうんで,で子供に、うん、そに「パパとママ仲良くしてる?」みたいなことをすごく言われてしまって寝る前とかに、うん、なんかすごく心がギュッてなっちゃってうんなるほどね何かうんか 頭で分かってるんですよ、そのうまくいかないとか、みんなの意見がそのうまくいかないよね、うん、みな次に進もうっていう気持ちも分かるんですけど、うん、やっぱどうしても血のつながった親なんで、何かしら心のどこかで期待してしまってる自分がいて、どうやったらなんか諦められるのかなみたいな、<ー>どうやったらそのちゃんと自分が子供に対して向き合って、うん、なんか家族と。 いいままでよかったいいままだね。そうか。うん難しいところかな。なんかほんといろいろあったんですよ。なんか DV とか。ああそういうのもあったんや。なんかそのうん、まあ、きうちもまだその時若くて薬物とかなんかそういう。うん 何か,になんか向き込まれてなんか今思えば普通の家庭じゃないしそんなことがあるのに別れられない私って最低な親だなっていうのを理解してるんですよ。けど子供に対してはすごく私よりちゃんと親をしててもう愛情表現がすごくめちゃくちゃ良くてもう子供ももあのー。 旦那の方が元旦那の方が、うん、すごいなついてて、うーんいやーなんか <laughs> な,なんどうしたらいいのかなと。うーんなるほどね。俺はでもそうかきついね。それはね。きついですね。です。二人いるんですけど私真剣。 離婚の時に親権をうち上の子しか競技離婚で上の子しか持ってなくって下の子が今ちょっと喧嘩して私が入れてるのであの、元旦那の実家と実家の方で今見てもらってるんですよあそれもつらいねだからちょっとなんかどうするべきなのかなっていうなんかうん いや,もうやっぱなんかバカにされたくなくて、うん、周りに <laughs> うんうんうんいいままやないやーだからそうねうん俺だったらどうするかなんだけど俺だったら最後に一回、はい、うんその元旦那にはい娘もまあ私としてはあのいい お父さんまあ人としてはクソかもしんねえけどいいお父さんではあるっていうことを認めた上で、はい、だからこそあのちゃんと娘のお父さんになってくれないかっていうだからもう一回やり直しませんかっていうでその代わりそ,のそっちの関係の仕事は全部足洗ってくれっていうところで、うん、話をして。 でそれでよりを戻しませんかっていうえな別に好きは好きなんでしょうだって付き合ったり,付き合ったりいやなんかうんわかる多分わからなくてなんか本当に依存に近い形なんだろうなとは自覚はしてます、うん、だから俺だったらそれを試し試してでダメだったら、はい、うーんと娘の下の方の親権も取りに行ってで 3人で違う人生を歩み始めるかなああなるほど、うん、そうですよね、うん、っていう <laughs> ごめんなさいなんかいやいや全然全然,全然ああ確かに確かにでも DV っていうのは <laughs> DV っていうのは日常的にあったのああお酒が入るとその私も結構気が強くて、うん、はあ その自分がこうじゃないなと思ったこととかは結構言っちゃうんですよ、うん、その怒ってる時にもかかわらず、そのうん、例えば子供がいるのに朝帰りとかは違うよねとか、連絡って何のためにあるのみたいな。私は結構、ちょっと批判されるかもしれないですけど、私の人生に子供がいるっていうだけで、私自身っていうのは私でしかないから、うんうん、私。 が全部なんて言うんだろう1から100まで子供に捧げるっていうのはできないことなんだよっていうのを言っても違うみたいな女は家庭にいるべきで仕事もせずに、うん、なんか男の言うことを聞くみたいな、うん、ああけどうちも人間であってうちの時間っていうのも大切にしなきゃいけないし、うん、その自分自身がちゃんとしないと子供にもいろいろできんよみたいなうん、うんうんうん、なるほどねはいああ 最初なんか変言葉が納得できなかったけど、うん、あの言葉の表現のしかあがへたっぴっていうだけであ分かった分かったあのちゃんと最後まで聞いたら分かったから OK よかった <laughs> なるほどねそういうことねでそ,それだったらもう俺花から行かなくていいわって思った、うん、そう <laughs> なんか、うん、あの花から うん、あのもう別に寄り戻す必要ないかなって思ったなんかそのそれ,それで手を出してくるんだったら自分がなんかこう,なんかもう完全にそれは言い負けて口で負けたからもう手を出したっていうだけの手,手の出し方じゃんそれって多分あそうです、ね、めちゃくちゃそうですね、うんだ,とすうん、だとするとそれ,それにあの反応するそいつとあのもう一回寄り戻す必要ないと思うから、うん、だからそうすると 俺だったら、えっ、ー、とー、妹の方の親権を取り返しに行って、んでもうあのちゃんと子供にも、あのー、こう、もう説明して、もうそのお父さんとはもうごめんねっていう、うん、仲よ仲良くなくなっちゃったんだよっていうことを、まあまあ、そうだね、そこまでちゃんと分かってるから、うんこ、お子さんはね、多分ね。だから、お子さんにもちゃんと説明してあげて、 ごめんねっていうところででそれでまあしばらくちょっとそれでねあのうんちょっとねあの悲しくなっちゃうかもしんないから今まで以上にちょっとこうね一緒にいてあげる時間を増やしてあげてっていうところでうんやるかな俺だったらだからうとにかくもう妹の親権をく妹の真剣を 取り返しに行くっていうところかなでまあうーんもう切らなきゃいけないよねやっぱそんだけ今ねお子さんのこともしっかり考えてくれてるみたいだし、うん、だとするとやっぱりお子さんのためにもね、うん、そんなクソみたいなそれだってワンチャンそのねある程度おとお大人になってきてさ娘たちがねでそれで今度娘たちにその暴力が向くようになったらもうどうしようもないじゃんマジで。 でもう多分おそらくね,ねそれが目に見えてるじゃんか多分おそらくね、うんうん、酔っ払って自分のこと自制できない人ってもうやばいから普通に、うん、だから、うん、俺だったらもう妹の親権を取り返しに行くことをもう最優先にして、うん、でもう3人で生活していくって感じかなあともう一つ、うん、うちちょっとハーフなんでその日本の法律っていうのがあまり疎くてわからないんですけど、うん、はいはい その、まあ、要はうちの元旦那ってその、元嫁がいたらしくてはい、はい、で、その時にうちがそのコメントでもあったんですけどうちが何で真剣バラバラにしたかっていうとその時に取り返せるっていうのを弁護士さんから聞いたんですよその無料相談所でうん、うん、けど今一刻も争う状態でとりあえず離婚をしないと。うん いいいいいけけなな、ななみたいな身を隠さなきゃ DV とかを受けてるんだったらっていう理由で離婚その競技離婚っていう形にしてそのこの親権あとりあえずそっちにしますみたいなで家庭裁判所に詳しい話とかその決定事項はしましょうみたいな感じになったんですよでそのなん,なんていうんだろう家庭裁判所でその親権を取り戻すって っていうのは、やっぱ相手がその家庭裁判所になんか、うん、な,んなんていうんですか、なんか出出向くじゃないけど、そのうん、うんね、出ないと、反応ないと、ダメですよね、うん、多分うんと、いや、えっ、ー、と、もし出廷してこなかった場合は、あなたの、はい、えっと、思った通りに、決定するだけ。あ、もう、私のほうに親権が来るってことですかえ、うん、っと、多分そう。 単純にそこの出して家庭裁判所に出廷してお互いの主張をぶつけるわけ。でそれで裁判官が、えー、とあじゃあこちらここの主張とこの主張でこっちの方の主張の方がまあ何、あのー、て言うんですかね正当な主張だと思うんでじゃあこっちにしましょうかとかこっちにしましょうかっていうそ,のそ,れそれがあるわけでそのもう一人の旦那が来なかったらあなたの主張が。 ててて通るるっっいいうう形で決心するっていうだけ逃だからそれ以上では結構何てでもなると思ってるんですけどそうなったら今度は家庭裁判所で親権があなたっていうことが確定した時に、えー、とその人が、はい、えと自分あなたのところにお子さんを連れてこないもしくはあなたにああのそのお子さんを、えーとはい、パスしないのであれば。 えと今度は、えー、と誘拐事件として刑事事件で、えー、と今度は立件する形になるんでそうすると今度警察が介入して警察が今度は誘拐事件として捜査してくれるんでそうすると逃げようがないです。うん、逃げようがないですいくら反射でもそれごめんなさいなんか知識なくてなんかすごくすそれは反射でもあ<れ>関係ないです。 ちょっとと安心しましまままた。ありがとうございいす。うん、すせん。だからそういう意味で、えーと,えー、とにかく今は、えー、と家庭裁判所で親権を、えー、と取る裁判をしてくださいっていうことですはいわ<あ>かりました大丈夫かなはい大丈夫です、うん、ありがとうございますでそれでまた何かわかんないことがあったらまたおいであわかりましたはい、はい ありがとうございます。はい、すみません、ね。<で>ちょっと元気になりました。あよかったです。それなら。で、一応、えっ、ー、と、僕、ちょっと最近、えっ、ー、と、ツイキャスじゃなくて、YouTube ライブやることの方が、ちょっともしかしたら多いかもしれないんで、えっ、ー、と、僕の、このツイッター、はい、このアカウントから飛べるんで、ツイッターの固定ツイートの、えっ、ー、と、LINE の QR コード、え、あ、あります あ,ありがとうございます。てまますす見ありがとうございますで、それでなんかあの QR コードもしえっ、ー、となんか今日配信やってなんかツイキャスやってないなーって時は多分 YouTube ライブやってるんでそしたらあの LINE 送ってくれれば <laughs> YouTube の方でも全然相談乗りますんでっていうありがとうございますいいえだからあの娘さんくれぐれも可愛がってあげてください <laughs> ありがとうございますは 失礼します。はーい。じゃあねー。あ、あ、OK かな。はい。ということでございました。うん。よかったでございます。うん。少しスッキリしていただけたなら。うん。まあでもいいお母さんでよかった。うん。ね、これ分かったでしょ。あの、本当に若いから、若いからクソとかさ。ね、そういうことはないって。マジで。ね、若くてもこんなしっかりしてるお母さんもいるんだから。 本当にねうんまあそうねうんまあっていうねことかな。うん